さんこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。ということで今回は珍しくですね、事前評価でございますと。はい、五等分の花嫁コラボ鳥獣審査でね、今回やってくることがニュースで先日発表されましたが、そちらについて今回はねお話をしていこうと思います。以前ね、手前の事前考察という形で、ね、まだキャラを使ってない段階で動画やらせていただいたんですけれども、まあ、今回みたいなちょっと判断がむずいところ、あとピックアップがなかったりね、年始が近かったりとかで、まあいろいろ引く理由引かない理由っていうのが同じぐらいあるようなガチャはですね、事前に考察を出すのに結構意味を感じますので、今回は事前の動画をありとして、やっていこうかなと思います。で、一個気をつけてほしいんですが、これから動画を見る方、このね、動画が上がってる初日に見てる方は大丈夫なんですけれども、もう実装された以降に、見て、これをね、この動画で判断するって方もいらっしゃると思うんですよね。今僕、まだ実装されていないキャラの話をこれからしますので、それはお気をつけください。後日、おそらく、ね、ちゃんと使ってからの考察動画みたいなのをしっかりね、完成版として出させていただきますので、そこで判断したいって人に関しては、そちらの動画をお待ちいただければなと思います。一応ね、考察ないかなっていうので探してね、この動画にたどり着いた方もいるかもしれませんから、はい、今エアコンの段階ですっていうのだけ先に言っておきます。はい、では一体ずつ見ていこうと思いますが、その前にですね、超獣神祭と混ざって今回、まあ5つ子たちが、登場する1か2のミク、四つ葉、五月ですね、この5人が、登場するんですけれども、今回全体的にスペックがかなり高いです。はい、まあ、過去のね、鳥獣コラボ、劇獣コラボとかになると、まあ、直近で、まあ、ここ2、3ヶ月の間で、限定がね、追加される可能性が高いだったりとか、まあ、他のコラボが続く可能性が高いだったりとか、限定が何か出る可能性があるとか、まあ、いろんなものを理由にして、今回温存でもいいかもしれませんねっていうのは必ずと言っていいほど話してきたんですが、今回ちょっとね、さすがにきついです。ぶっぱじゃないかなと個人的に結論から先に言うと、普通にこれから話していく過程で1体2体欲しいキャラがいるってなった場合は、俺個人的には今回突っ込んでいいようなスペックになっていると思います。ラブライブの時ぐらいじゃねえかな、ほんと鳥獣で迷わず行っていいとなったのはね、まあ俺は行かなかったんですけれども、ミューズじゃなかったんで、それ以来ぐらいなんじゃないか。本当にこれだけスペックが高いやつが既存のモンストロガチャに混ざるっていうのは、はい、なんで結論から先話すとですね、結構今回引きです。引き、はい、じゃあ一応引かない理由、まあ、引かない理由、引くと危ない理由みたいなところをちょっとお話ししていこうかなと思います。一つ目、超獣神祭、まあ1月1日にですね、毎年恒例の、新春年始のね、新限定キャラクターが追加されますね。ヤクモだったりネオ、で今年で言うとマサムネみたいなぶっ壊れ1年を飾るようなキャラクターが登場するんで、そこでね、引きたい人に関しては、他の超獣神祭のね、今でも出るヤクモとかネオとかアルスラーンとかいろいろいると思うんですけれども、ナイトメアとかね、あの辺の、キャラクターっていうのをその年始でどうせ手に入るから、今回別に手に入れなくてもいいんだよねみたいに考えてる人に関しては、年始と一緒に狙えるガチャが来るので、年始に引いた方が絶対いいように感じますよね。しかも年始の鳥獣審査に関しては、多分今回もそうだと思うんですけど、おまけがついてきますから、ゲーム内アイテムみたいなのもすごいいっぱい手に入ったりしますから、はい、年始で引くっていうのが、まあ、確実にその今既存のね、鳥獣審査限定キャラたちを狙うなら、いいと思うんですよね。はい、なので、まあ、年始で引くから、まあ、結局この5つ子たちをピンポイントで狙わなきゃいけないから、我慢して年始で引こうって考えもわかるんですが、まあ、さすがに年始ほど強いとは言えませんけれども、まあ、それクラスのスペックを持ってる、年始クラスとは言えませんが、他の鳥獣神祭のキャラに負けないスペックを持ってるキャラが2体ほど、今回登場するんですね、現段階でね。なんで、まあ、ちょっと今回は俺行ってもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、ただ、まあ、その今言った通り年始があるよっていうのは一つ意識しなきゃいけないところではあります。はい、だ結局ここで鳥獣めっちゃ引く、5つ子全部手に入りましたってなっても、例えばマサムネ、ヤクモ、ナイトメア、クモン、キリンジとか全部手に入っちゃいました、年始引くの新種キャラ1点狙いになりますからね、その場合ね。はい、なんでその辺のバランスを考えましょうねっていうのが1つ目で、2つ目、ピックアップないね。公式サイトちょっともう1回見直すわ、ちゃんと。俺どこをどう見てもピックアップがなかったように見えます。まあ鳥獣コラボはね、毎回そうなんですけれども、おそらく今回もピックアップなるものがないと思います。鳥獣審査が始まった1日目が、ミクのピックアップとか、そういうピックアップがないんですよ。なんで、ピンポイントでそのキャラを狙うっていうのがちょっと難しいところになってくるわけね。はい。だから、例えばミクだけ欲しいってなって、ミクだけ引くっていうのもちょっと難しいところになりますし、まあ、そのキャラを同じ確率で1体ピンポイントでそこを引くって感じになるんで、まあ、割と沼る可能性があるよねっていう話はちゃんと頭に入れておいた方がいい。で、逆に言うと、対象キャラクターは今回5人いますから、はい、5体いますから、何十連化してれば、どれかしら1体はヒットする可能性が高いっていう言い方もできるんで、なので、まあ今回言ったら、まあ引きなん
んじゃないかな。平均点も高いですしね。はい、あとまあ無料ガチャがありますから、その無料ガチャのところで何が出るかっていうの次第で決めるっていうのもね、一つの手だと思いますんで、はい、まあ、そちらを見てからっていうのもありだと思います。はい、じゃあ手前の評価ここまでね、どういう感じなのかっていうのはここまで。はい、じゃあ今の全部の、ね、内容を踏まえて、5つ後、1人ずつ見ていこうと思います。1体目ゴチャ中野一華。はい、中野一華のお話でございます。で、今回紹介していくのはですね、基本的に、どこで使えるかって部分を、その中でも難しいところ、はい、の、適性を取ってるところっていうのを何個か紹介して、で、まだ使ってないんでちょっと細かいところは話せないんですけれども、まあ、その段階の予想の部分を話していく。あとは、まあ、今後ね、どういう風に使ってこられるか、ここの適性だけで終わってしまうのかみたいな、ちょっと未来の話もね織り交ぜていこうかなと思っておりますと。はい、じゃあいつかはこんな感じの性能なんですけれども、まあスペックは基本的に高いですね、やっぱり。うん、その最近のコラボキャラの中でもね、あの全体平均が高いので、個人的にはいちかが一番ね、今回ねワンチャンするしていいかなって性能をしていると感じているんですが、あのそのキャラでもこのぐらいのスペックを持ってきているという形ですね。使えるクエスト、まあ高難易度で使えるだろうなってところは、闇深淵、そして新芝、あとはちょっと難易度は下がりますけど、マーチとかそのあたりに、ぶっ刺さってくるんじゃないかなっていうキャラになりますね。はい、で特に闇深淵が、理由になる人が多いと思うんですけれども、まあ、まず闇深淵のこの深淵周回だよね、不可思議の周回をするかしないかっていうので、いるいらないが大きく変わると思います。まあ本当に厳しめに言ってしまうと、ごとよめ好きな人ごめんね、不可思議やらないのはいらないと思います。はい、いやそれぐらいだと思いますね。あくまで例えば5つ後のうちの3体出て、1かと2のが出てないんだよねって言って、2体狙いならいいんですけど、じゃ例えば1かだけ出てない時に追う価値があるかって話を今してます。はい、その場合は1かを切り捨ててもいいのかなっていうような性能だと俺は思っておりますと。これはちゃんとね、年始とかも踏まえてだよ。残り1体の1かに例えばオーブ100個ぶっ込むのと、1かを諦めてそれを年始に持ってくのっていうのを天秤にかけなきゃいけないわけですから、その天秤にかけた時にさすがにもう年始が勝つかなっていうのが1か、になってくるかなと思います。で、不可思議をやるってなったとしても、まあ、現段階使ってないから分かんないんですけれども、さすがに不可思議のクエストでは強いと思います。不可思議のクエストっていうか闇深淵ね、闇深淵ではめっちゃ強いと思う。うん、まあ、基本的に弱点殴っていくクエストですし、弱点キラーが友情コンボにも持ってきますからね、まあ必中友情持ってるんですっごいそこも強いっていうのと、タッチ貫通弾もバカにできないぐらい強いでしょ。で、あのクエストのシステムに合った稀に加速って部分だったりで、自強化倍率もある程度もらってると思いますから、かなり強いとは思うんですよ。うん、なんですけど、やっぱりその転送があって今後何かととか、まあ、最近光属性で怪しいところで言うと、アーサーボイルがまだハマってないとか、まあ、ウリエルがね生まれたばっかだったりとか、あと来年の年始も光属性だったりするわけですから、そういうやつにこれからアビリティが一緒で一かが一緒に使えるかってイメージができるかってとこを話さなきゃいけないんだ。うん、ってなってくるとちょっと理由付けが難しいかなっていうのがあるんだよね。だから現状のクエストでも闇深淵とか、高難易度だと大きく差っていうのがそこくらいしかないってところ、そもそも不可思議周回っていうのをしなかったらそのクエストにね使えるっていうのもそんなに価値がないっていうところ。うん、で今後使えるかっていうのは転送もないし、最近怪しいと言われてる光属性と大きく被ってる部分もない。うん、なんでちょっと理由が弱いかなってのが個人的なイメージですね。はい、なので一華は、まあ、十分強いキャラではあると思うんですが、無理して追うようなキャラじゃないのかなというような印象でございます。まあ、最後にどの順番で優先度をつけるかっていうのはお話しますね。あとちょっと気になったのは、貫通タイプといえど試練の4の、友情枠とかもいけたりするのかなとはちょっと思いましたけれども、まあそこもね今かなり壊れ散らかしてますから、まあわざわざね友情キャラをね砲台役として入れる必要もないのかなって感じですよね。道中雑魚処理も弱点ないですし、まあ難しいとこかな。はい、では2人目ニノ。はい、ニノでございます。強いね、ニノは強いね、本当に強いと思います。これまあかなり最近のコラボキャラクターっていうのもね、スペック上げてきまして、まあ去年っていうかね今年いっぱいがね、割とどっちも強かったんですよ。オリキャラがね本当にぶっ壊れが多かったので、それに追いつこうとコラボキャラクターもすごい強くなる傾向がございまして、ただ3体実装されたうちの1体だけ強いとかそういうパターンはあったんですけど、今回 2,3 体いるんだよね。それがまあ俺個人的には2体だと思ってますけど、そのうちの1体2のこれは強いでしょうね。はい、まあ、クエストの話をするんであればフォーサー、あとはサポートって面ではコルロとかもワンチャンいけたりするのかな。ドラケンとかがやっぱ火力役でいってたりすると思うんですけど、ドラケンとかとは別に反射タイプの適性をこのサポートの部分でね、さらに
使いやすくしてあげるみたいな動きができたりするのかなって感じですね。まあ自信を持って言えるとフォーサーではクソ強いと思いますって感じ。はい、まあまだエアプの段階ではありますが、はい、強いところ行っていきましょうか。まあストライクショットがマジ狂ってますねこれ。うん、スピードがアップ&触れた敵の弱点倍率一定期間アップでしょ。で一定期間触れた味方のパワーと防御力をアップ。うん、これも強いだろうね。まあバフはそんなもらえてないのかな、 1.5 倍ぐらいかな。はい、で防御アップが多分 25% カットかでしょ、いつも通りなら。うん、なんでそれぐらいで、でバブリ状態にするでしょ。いやーこりゃ強いでしょうね。うん、だってまあルナタイプですから、その SS でバフを持ってるってだけではなくて、しっかり自分で短縮要素を持ってきてるっていう。まあ壁短縮とかはないですけれども、バウンドチャージでも十分早く打つことができますから、うん、まあそこでちゃんとそのバフを早く打つっていうね、求められてるところを満たしているってことを考えるとマジで強いと思います。でこのニノに関してはそれだけではなくてですね、ユースピアップもあるんですよね。だからフォーサーで欲しい要素っていうのを全て持ってきているんですよ。うん、フォーサーってちょっと雑魚処理が遅れちゃうと SS の遅延が飛んできたりするよね。で溜まってないってところをバウンドチャージで回あのね補ってくれるってところも強いですし、やっぱりその加速枠っていうと週末から今アルビリオアルファにねバトンが渡されまして、はい、でアルビリオアルファが期間限定キャラになりますから、そこを持ってないって人はかなりの力になってくれると思いますよね。はい、で最近フォーサーで言うとサンズってキャラが出たと思うんですけれども、サンズとの相性も抜群にいいよね。サンズってまあ自分でもねスピードがかなり高いようなキャラクターではあるんですが、そこに加速が乗ってきてバフも乗ってきて、あいつ8ターン SS ですから、それにバウンドチャージが入るようになっちゃうんだよね。はい、めちゃくちゃになると思いますよ。うん、だサンズ2のサンズ2のとかでもいいんじゃないかなってぐらいになると思う。だってこれ毎ターン打てますからね、サンズ。これなんでかっていうと、サンズってメイン友情にコピー持ってるじゃないですか。これニノが当たったら何が出るかってバウンドチャージが出るんですよね。サンズ2のサンズ2のの時ってニノのターンにバウンドチャージが複数体出せるんですよ。いやこれも結構やばいことだと思ってますね。うん、でさらにフォーサーって数風ギミックがありますので、数で味方が集まってるって状況を自分で作り出すことができますよね。はい、なのでその集まってるところにバウンドチャージがポーンいきますから、そのバウンドチャージが当たらない事故っていうのも狙って防ぐことができますし、さすがに強いんじゃないかなと思っております。はい、これはマジで強い。しかも同族、うーん、こりゃ強いでしょう。うん、マジで強いと思いますね。でね、まだあって、じゃあフォーサー終わってんだよと。まあ基本的にここまでのラインに来るやつはいるんですよ。うん、例えばこのクエストで強い、ここのクエスト壊れたねって言ったら、大体そいつってそこの専用機で終わるってことが多いんですけれども、サンズって、ね、フォーサーに行くときの地雷原則の他にワープ持ってるから、ワープ原則の部分で定員6に行けたじゃないですか。そんな感じで、ニノってこれ4つ持ってるアビリティのうち2個しかフォーサーで使ってないんだな。地雷原則。はい。で、これ他に魔法陣と超転送持ってますから、転送があるってだけでもね、割とだと思うんですよ。うん。で、アルビーも、アルビーとかいい例だよね。アルビーアルファってもう完全フォーサー特化だから、フォーサーに対応したアビリティしか持ってないでしょ。けど、ニノはそれと違って、さらに他のクエストにもいけるようなアビリティセットを持ってるんですよ。うん、でこれからまたどん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 増えてくる転送クエストに関しては、まだそのサポートっていうサポートがね、大きくいるクエストではな、あ、いるキャラがいないんですよね。大きくできるバフもあって加速もあってチャージもあって、これマジで強いと思いますよ本当に。だから今後も全然あっていいような性能を俺はしていると思います。はい、なんでフォーサーがもう終わってるからなーで、今までのキャラってその特化キャラって判断できたんだけど、それプラスアルファで持ってる部分があまりに大きすぎるんだよね。しかもそれがワンパンとか他のピンポイントクエストで使えるって要素じゃなくて、比較的どのクエストでも強いチャージ、バフ、スピードアップ、この3トリを全部持ってきてるっていうのがガチで偉い。これは結構重宝すると思いますね。本当に強い気がする。だってさ、キラヤマトとかシンとかさ、もうね加速プラス割合ってだけでもあんなに使われてたのに、それにチャージが入るんですよ。もうこれ結構おかしいこと俺言ってると思うんで、本当に今後あったら止まんないキャラになるとは思ってます。うん、本当にしばらくサポートして使われるようなキャラになってもおかしくない。これは本当に引く価値が一体実装だったとしてもあるレベルに、俺は、性能が高いと思ってますね。まあ、結局今後どういう風にハマるかとか、実際使ってみなきゃ分かんない要素ってのがありますから、それこそバフがね、攻撃アップって書いてあるけど 1.1 倍でしたとか言われたら、はいはいってなりますし、うん。まあそこ次第ではありますね。はい。でも防御力アップって言ってるけど、かけるのが 0.5 だったら半減しますからね。まあそういう、まあそんなことはやってないと思いますけど、うん。だからそういうのがやばい、なんか、いやなんだこんな倍率なのか、こんな低いんか、みたいにならない限り、かなり強いと俺は思ってます。今回の当たりのうちの1体。では次、ミク。こちら。
はい、ミクでございますと。はい、こいつが一番当たりです今回。はい、ただちゃんと気をつけてほしいのがですね、空中庭園をやる人にとってが一番当たりのキャラってところになりますね。まあ空中庭園以外もあります。まず空中庭園の3、まあ基本的にはここを見たようなキャラになるんですけれども、一応他のクエストで言うと無料体数周回、はい、近畿21の裏ですね、はい、ここの周回キャラとしても使うことができますし、無料体数戦、無料体数のクエスト自体の方でも無料体数にキラが刺さってきますから、ある程度活躍、ある程度どころじゃなく活躍をするのかなっていうところになりますね。ただね、庭園さんも無料体数も最近出たぶっ壊れキャラクターが1体いまして、そのキャラクターと、戦っていかなきゃいけないっていうのがちょっとあるかもしれないね。ノストラダムスっていうんですけれども、はい、だからノストラダムスと、どっち使おうみたいになるシーンが今後ちょっとずつあるかもしれないですね。ただね、庭園さんに関してはもうこっちだと思う。圧倒的にこっちだと思いますね。もうおかしいね。うん、で、あとはまあ他のクエストで言うとママゴアシとか、はい、あとアーキレットかな。アーキレットは多分あのあいつに入るのかな。甘いもん道中出てくるね、セットでビレディと出てくるあの甘いものの方にキラーが入るって形かな。それ以外は入んないよね。うん、とかなんですよ。なんでまあクソ強いよね。まあ今言ったクエストでは少なくとも強いと思うんですけど、特に庭園さんだね。庭園さんの深掘りをちょっとこれからするんですけれども、はい、まあ、まずマフージ EL、うん、もう全部キラー入る。うん、庭園さんの、うん、ボスまで、うん、全部キラ入るあのもうこれ狂ってまして、普通にマフージ EL って与えていいようなキャラじゃないんですよ。だって重力ダメを地雷の転送でしょ。でソウルスティールが回復の要素を持ってて SS の短縮もできるってキャラに、普通種族キラーでダブルでね、まあ、魔族魔人だよ。しかもこれがね超獣とかだったらまだ分かるんですけど、これ魔族魔人って結構こうやばいんですよ。マフージってそんな気軽につけていいキラーじゃなくて、割と雑魚に多いんで、その種族が、これが言えるもらえたのはおかしいっすね。まあここまではじゃあたまにコラボキャラでやべえって言われるやつが持ってくるなって思うラインなんだけど、そうなった場合って調整のための砲撃型にされるとか、うん、ちょっと抑えて例えばそのね、超スピンされるとか、まあ、超スピンもなんか別に強いですけど、はい、でも超バラなんだよね。わけわかんないねこれは森に盛ったなって思いますね。でね、じゃあ友情が抑えられてるのかなって言われたらそうでもない。インクリーススフィアと反射ウォールボムですから、どちらも共有情ですよ。うん、共有情コンボですよ。じゃあ SS か。ここまでこんなモリモリにされてるとさすがに SS がスピードがアップだけか、それぐらいかってなってもおかしくないんですけれども、 SS やばいっす。何を言うてんのこれ。一定期間スピードとパワーと防御力がアップし、カウンターキラー、非属性キラー、アクセラレータ状態になる。もうバカでしょこれ。お前見てる、バナジ、バナジ見てる。いやこれバカだよ。これはねダメです。ガンダム乗ってないし、うん、バナジガンダム乗ってっからね。いやこれはどうなんこれ、この一学生に出せる火力じゃねえぞこれ。やりすぎでしょ。一定期間だぜこれ。自強化倍率壊れたらこれ終わってますよ普通に。一定期間だからね。少なくとも打って次のターンに動く時もこの効果乗ってると思うんですよ。カウンターキラー、非属性キラー、アクセラレータ状態で、これ何がやばいって、仮にじゃあ今後ユニット系とかね、なんかユニットでレーザー放つとか、あの壁からレーザーバーンって出るとか、いろいろギミックあるじゃないですか。ああいう系って自強化倍率に乗ってこないんですけれども、この一定期間スピードとパワーがアップ系の倍率とか、このカウンターキラー、非属性キラー状態になるとかの、この何々状態になる系乗るんですよ。だこれやばいんですよ本当に。だこいつによってそういうユニット系のギミック来ちゃったらマジの一強になっちゃうんだよね。うん、ってのもあって、うん、もうおかしい。で今前半部分です、読んだの。はい、この後アンドがあります。アンド、フルタ的な攻撃ターンをまれに増加させる。これやめろこれやめろ。もうまれにだったら何やってもいいと思うな。いやこれはもう使うまでもない。でもこれね、自強化倍率が 1.1 倍とかでもいい、全然。いやそれぐらい強いと思いますね。いやこれ何なんすかね。これ防御力も上げて何なんこれ。え、これさすがのミクだね。これはちょっと明らかにミクを強くしようっていう意思を感じちゃうね。だ庭園さんは終焉を迎えると思いますね。難しいっていう要素が全てこのミクで片付いちゃうんで、うん、もう終わりですよこれ。終わり終わり。もう本当に圧倒的だと思いますね。圧倒的。うん、なんでもう触れる体数とかも普通に 2,3 体触れたら最大火力ぐらい出せるんじゃないかなってぐらいですね。もう圧倒的だと思いますこれ。はい、もう使わないの分かる。もうおかしい。でね、さらにヤバい要素がこいつ転送なの。なんで転送なの。
いや、これ真面目に、これ真面目にね、これ真面目になんで転送もらったのこれ。いや、これが重力ダメを地雷だけ、底辺さんですって言われたら、あ、特化キャラだから、ここでをぶっ壊してくれればもう他の仕事いらないよね。そこのためだけに引こうってなるのに、これなんで転送持っちゃったかな。うん、これ転送持っちゃダメだよね。まあ転送持ったせいでママ壊しとかもいけるんですけど、いや、これダメよね、転送持っちゃで、ね、うん。いやー、だってこれ普通にもうゾンビループとかも普通になってマゾッキラー EL 乗ってきますから、インクリースフィアにもうベーってやって終わりですよ。これはちょっと圧倒的当たりだと俺は思っております。ただコーナーにやる人はね、今言った無料台数の周回しない、アーキュレットの周回とか EX の周回も興味ない、かつかつその庭園とかもまだやれてない、やんないって人に関しては、まあちょっとその上のね、コーナー E の今回のミクの魅力ってところをフルに発揮するクエストってなんかその人にとっては存在してないクエストになりますので、まあちょっと価値は下がってしまいますね。そういう人にとってはニノとかの方が強そうに感じると思うんですけど、うん、もうちょっとこれ引いといたらいい気するね。うん、ちょっと ミクに使う時間多くなってしまいましたが、ミクはそんな感じです。はい、じゃあ次、四つ葉。はい、四つ葉でございます。唯一反射ですね。何なんですかね。はい、唯一の反射タイプでしたね。はい、クエストはネット騎士。ネット騎士は未知ですね。僕も言うてその何週も何週も何週もネット騎士をやってるわけじゃないので、そもそもネット騎士の知識が少ないっていう段階で、エアプロなのにもかかわらずクエストの知識もそんなないっていうね。でごめんなさい、これ一つ謝んなきゃいけないことがあって、モンストニュースまとめの時に俺これネット騎士に、あの中野四つ葉ネット騎士のクエストでキラス刺さるやつがオケアノスのみみたいな方に言ってたんですけど、すいません、ボスもでした。はい、完全に頭の中で魔族みたいな感じになっちゃってて、ボス魔人かななんで、キラーが入りますと。はい、なのでネット騎士ではもうバチコリ強いですね。これに、ロングパワーモードも乗ってきますので 2.25 倍殴りできるやつが、何体かいるというところでかなり強いで、ストライクショットも結構強めで、スピードとパワーがアップ&遅延、触れた敵遅延ですね。で、味方の SS ターンを一定期間短縮する。これがちょっと短縮ターンがわからないんですけど、短縮ターンが8とかまで伸びるならかなり強いと思いますね。はい、8いってなかったらちょっとって感じですけど、まあ今の段階でネット騎士での強さっていうのはもう文句なく強いんじゃないかなっていうところ。ただなんか今回明るさまなんですよね。こいつこそ結構転送とか持って今後ワンチャンみたいになってほしかったっすけど、だからネット騎士とか別に急いでないしって人に関しては、一旦ステイでもいいのかなっていうような性能になっていると思いますね。結構もうここまでやるならこいつ5のあのね、あの防御側のキャラでよかったもんね。庭園後の適正にしてね、庭園後の防御側のキャラクターって結構四つ葉似合うと思うんですけどね。でもいいのかなってのは思いましたけど、まあ普通にネット騎士でしたね。まあクリア率が相当低いんだろうね、ネット騎士とかはね。今の段階でナイトメアとかがいなかったりするとまだまだ本当に難しいクエストですから、変な豪絶とか壊れた霊絶よりむずいと思うんで、あのクエスト。なんでネット騎士はそれが理由で結構適正が出されてるのかな。まあ陽線とかも同じタイミングで発表されたりしましたしね。はい、なのでネット騎士優先にしたのかな。まあどうしてもやっぱ霊術とかと比べてね、少しその適正って言われても、ん?ってなるところがありますけれども、まあネット騎士も十分難しいクエストですし、ネット騎士自体がめっちゃ強いんで、はい、あれを作りに行く、取りに行くって面では、結構有能なところがあったりするのかなとは思いますけれども。はい、個人的に四つ葉も、先ほどのミク2のに比べたら優先度は低いかなっていう、1かよりはありますね。はい。じゃあ最後、イツキ。ドン。はい、イツキでございますと、まあ大きく使えるのは2種類。試練3、天魔の試練の3で、割と、パワーを発揮するタイプですよね。まあ、ダメ王地雷と魔法陣に対応しているって形のキャラですと、ブロックがないパターンだね。はい、であそこのクエストはやっぱバフのセンサーもらいに行って、あれだね、バフかかってでザクザク殴りに行って、なので壁にいっぱい触れること多いですから、ウォールブーストM も結構簡単に発動することができますし、まあ、プヨを倒しに行ってからこうしようとかね、そういう複雑な打ち方しますから、4壁触れっていうのも結構たやすくできるんじゃないかなっていうのが、強いところかな。でストライクショットも強いね。自強化と、一定期間、触れた壁全てタイプですね。全てにヒーリングオール展開、まあ、回復2,000〜3,000とかだと思うんですけれども、はい、展開してで停止後に近くの敵に向かって再度走り出す。まあ再度走り出すのところの倍率は毎度この SS 持ってるやつ倍率めっちゃ高いですから、それに対してウォールブーストが乗ってくると、まあとんでもない SS の倍率になってくるんじゃないかなっていう、殴りキャラですね。これ強いね。ちゃんと強い、ちゃんと試練3っていう適性もあって、かつ涅槃弱者の周回だね。涅槃弱者の周回
界っていうと、いまだにやっぱりワルプルギスとかが上に来てると思いますし、涅槃着城って近畿の28裏を周回するんですけど、その28周回してる時はいいんですが、いざ涅槃着城が EX ステージ出現したって言って、そのパーティーのまま涅槃着城に行きます。涅槃着城で魔法陣が追加で出てくるみたいな。28の段階ではダメをワープ地雷だけでいいんですけど、それがね、涅槃着城まで行くと魔法陣まで出てくるって感じなんだよね。はい。なので一部のキャラクターは魔法陣なしでちょっとめんどくさいクエストなんですけれども、ワルプルギスとこの、イツキに関しては魔法陣まで対応してるので、まあ周回キャラのトップ層に入ってくるんじゃないかなと思います。まあおそらくワルプル同様に友情コンボで落とせたりってシーンが見れるんじゃないかなという感じですね。まあ友情フィールドまでありますし、ワルプルはね、分裂弾か、はい、全敵貫通分裂弾だと思うんですけど、こっちも衝撃波ではありますが、多分倒すんじゃないかな。倒すんじゃなかったらこうする必要がないですもんね。うん、なんでまたそんな感じかな。あとはまあワルプルが強いってところに一緒にはまるってとこ、はまるってことは、まあ、エンペリオスとかあの辺でもとんでもない力を発揮するんじゃないかなっていうところですね。はい。まあ樹に関しては一個注意で言うと、まあ、ワルプルとほぼ全く一緒なんですよ、性能が。うん、性能というかアビリティとかがね。はい。なので、まあ、最近ワルプル使いましたかってとこでも判断基準になると思いますね。はい。ワルプルどんどんやっぱね、最初強かったですけど、使わなくなってきてるキャラではありますから、まあ、今後どういう風に活躍するかってところがイメージしやすいかなと思いますよね。はい。イツキがポーンってまた出てくることがあるなら、ワルプルギスも一緒にポーンって出てくるってことなんで、それが考えられるかっていうちょっと薄いところはありますよね。なんでスペックはかなり高いんですけど、ミクド2のに比べてちょっと理由付けが弱いかなって感じですね。はい。全体の優先順位は俺こんな感じだと思います。ダントツでミク、その次にニノ、でその次にイツキ、四つ葉で、最後にイチカ、まあ、こんな感じになってくるかなと俺は思います。はい。なんで、まあ、これから引くよって人に関しては、例えばミクとかニノが最初にポーン出て、じゃあもう10連20連ちょっと引いてみようかなってので、そのもう片方の方が出てミク、ニノって揃ったら1回ステイ、うん、で考えて引いた方がいいんじゃないかなと思います。逆のパターン、ミクとニノが出てない時に追う価値はありますか？あります。これ俺あると思います。これ理由明確で、ミク、ニノ結構オーバーパワーだと思います。めちゃくちゃ強い。今の環境の中でもかなりその全体の評価としてみて、キャラ性能の話をすると、キャラ性能の盛られ方は半端じゃないと思いますね。半端じゃなく両方とも盛られているキャラだと思います。加えて今回はその単体のキャラ以外に、マサムネ、ヤクモ、ナイトメア、クオン、キリンジ、マギア、ネオ、アルスラン、アビスっていう超獣神祭のコラボキャラクター、超獣神祭の既存のキャラクターと同時に狙うことができるっていうメリットもついてきますから、普段のコラボキャラだと工場キャラしか出ないんですけど、今回はそのだからコラボキャラのガチャに限定、超獣の限定が混ざったみたいな見方もできるわけですから、それで同時にね、例えばミク、ニノ、ナイトメア、クオンみたいな抜き方も一応理論上できるわけですからね。まあそういうガチャは引くわけですから、うん、限定率っていうのもかなり高いですし、今回のコラボキャラを限定って言い方をするなら限定率もかなり高いですから、言っていい理由の方が俺は多い気がしますね。期間限定でこのパワーのキャラを取り逃すってのも難しいですし、タイミングがタイミングでね、クリスマスとかね、ワンチャンまたハロウィンとかみたいなのもまだちょっと怖いですし、で年始っていうところまで考えると、今すっごいオーブ使うの苦しいとは思うんですよ。ただね、苦しいタイミングで出てきた強キャラってなんか活躍するんですよ。なんで、まあそういうのも相まって、今回は俺結構行っていいんじゃないかなと思っております。はい。年始のキャラクターは年始のキャラクターで、毎月の超獣神祭でも出るキャラクターにもなりますし、まあ今後ね、またサマでもサマで持ってないって人でも、まだ一応毎月来るコンテンツにはなりますから、超獣っていうと、このスペック逃すのはちょっと怖いなと俺は思ってますね。なので、ここで三国のはちょっとできれば欲しいかなっていうところですね。なんで事前評価で言うとこんな感じ。あとはまあ残りのね、細かいところだったり、どういう倍率だったかとか、まあどういうね、使い勝手の良さだったとか、どれくらいの火力だった、想像以上だった、以下だったみたいなのは、感染版の、ちゃんとした考察の方でお話をしていこうと思います。現段階ではもう一度言いますが、使ったことのないキャラの評価をしておりますと。で、使ってみた動画は、今回ほぼ見てないんですよ。なんでこういう動画を撮る前に本来見るはずなんですけど、すいません、使ってみた動画の時に初見っていうのを優先させていただいてますので、申し訳ないですが、今回はそんな感じですね。で、一部だけで、一応話の中にもちょろちょろ混ざったと思うんですけど、 SNS で得た情報が何個かありまして、今回多分もう使ってみたら出てるんですよね。はい。で、それで得た情報みたいなのは踏まえてお話ししてるシーンっていうのもあるんですけど、なるべく言ってないって感じですね。
はい、なのでね、また使ってみた動画を見ていただいて、まあ、俺が弾けるかわかんないですけど、はい、あとはこの最後のね、締めの方の考察の方でね、残りはお話しできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、現段階で使えてる人なんていませんから、まだ実装されてないキャラですからね、はい、皆さんの予想だったりとか、こういう理由でここは狙っとこうかなとか、あ、こういう理由で今回は温存しようかなとかね、いろいろ意見あると思いますので、よかったらね、コメント欄でお話しいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もしていただければなと思います。よろしくお願いします。それでは皆様ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。